こんにちは今回はウエスタンアームズのマグナブローバックからコルト 1911US Army ア,アルティメットコレクションこちらの方2回目としてですねブルーズアイターゲットへ家族へ飛車した結果こちらをね中心にねご紹介したいと思いますはい箱はねこの箱ですねはいこんな箱ですビュッと はい、なかなかのお値段でございますねがこれはね私ね、えー、中古で入手したものなんですねはい、えー、2019年頃に入手したものだと思いますというのは、えー、前回ご紹介しましたかねこれここにね日付が入ってるんではいということでその頃に手に入れたんだなと前回紹介した、えー、実写性能はここまでですね 5m 打ってウエスタームズの純正の BB でこんな感じということです果たしてこれがね今回どのぐらいのことになったのかっていうのをね後ほどご報告したいと思います、はい、で木ぐりは私が自分でつけたと思いますねはいこれも定かではないんですけれどもねなかなかいい木ぐりだと思いますけれどもねはい外観の方はね前回紹介の動画をね リンク貼らせていただきますので、そちらの方を、まあ、見ていただきたいんですけれども、この辺の刻印とね。やっぱりこの一九一一ね、はい、エワンとかになる前のね、このストレートだね。はい、このハブジングと。握り心地と。なんかこう、無骨さがまだ残っている。古き良き。一九一一っていう感じですね。ライヤードリンクなんかもね、雰囲気が出てますね。 はい、薄っぺらいね、えー、セーフティもいいですね、はい、やっぱりカスタムガバメントのねクローン、まあ、カスタムなんかをね打ち、えー、慣れてきちゃうと家族なんかもねいいんだけれどもなんかいろいろ物足りないよね特にサイトがなんていう意見がね今回も出ておりましたサイトもシンプルなもんです、はい、サイトピクチャーはね、はい、ハンマーを起こすとねこんな雰囲気になりますねただセーフティのこの 懐かしの風情っていいですよねいかにもっていう感じでねパチンとよくかかりますはいじゃあえトリガー重さは前回多分測ってると思うんで重さはいいとしましょう、えー、とトリガープルはねもしかしたらやってないかもしれないんでねトリガープルを測りましょう1.08というのが出ましたねはいもう一回 あくまでご参考ですからね。測り方もこんな感じだし。1.06と。でも数値安定してるわけですよね。結構ね。はい。トリガーのね、遊びはこのぐらいありまして。これちょっとここでも抵抗が始まって、と。はい。とこういう感じです。はい。マズルの方を見ていただきますとね、トリガーを、ね、スクイーズっていうんですよね。 絞るねはい私は引くとすけれどもねはい大丈夫ですねそれでもねぶれないですね実際打ちやすいですよやっぱりここがねストレートなだけ私の場合はものすごく打ちやすいですあと今回この木ぐりのねチェッカリングがね程よくね特にこちら側ねはい食い込んでくれますんでいい感じで打つことができましたはいじゃあ初速いきましょうかねあでねガスがね この辺よくできてるなと思うんですけれども、ね、このライアンアドリンクのところをねピッと引っ張り上げてクッと回すとここにねガスの注入口が見えてくるということでこれにねシュッと入れましょうおお角度が、ね、最近やっぱりなんかシビアになってませんかこれはいとね樹脂リップですねマガジンのこの玉が 収まるとこどうう。でしょうここやっぱり削り跡ありま,あありますねはい追加工の跡がありますね今日もね手で込めましょう約束の。はいピッと1個ずつピキッピキッピキッ4発ぐらい見てみましょうかねはいでちょいこんな感じにしましょうかでスライドを引いてということですねもうこう しはみ出てるのこれがリアルかなのかな,なんかガタガタガタしてるな <laughs> 大丈夫かいはいじゃあ行きます一発目どのぐらい出るでしょうあ結構やっぱり出ますね夏場だから0.74とね0.72と。 0.68といいかこれはこれでスライドストップかけようんあれかかりませんでしたねえいっおスライドストップがかかりませんねはいそれが判明しましたかからなきゃかからないでいいやうわっちょっとこここんな感じになっちゃってるなこれ前回の時もこれこうでしたんだっけ全然忘れてた ちょっとやばい状態になってますねはいこの辺りはね中古入手品のねはいまあしょうがないところですねはいということで0.68から0 7 4ルということになりましたはいちなみにマガジンの温度はですね28.3度とはいさすが夏と部屋の温度は今28.5度ですねはい そんな条件下での、えー、初速測定あくまでご参考までというところでございますまあいずれにしてもねはい、えー、現在の銃刀法の範囲内に十分入っているんで、えー、いいでしょうでもう一度試写結果ですね、えー、こちらがね前回のやつですね 5m でこのぐらいあんまり良くないですね じゃあ今回実際どうだったんでしょうか。やっぱりね、結果変わるんですよ。家族も腕上げてきてますんでね。私はね、正直ね、どんどんダメになってきてますけれどもね。年とともに。はい。えー、まず今回ね、これが五メートルからね、えー、打った結果です。はい、ええー、と、かみさんはね。えっとね、七点五メートルで五センチぐらいホップする。そんなイメージだったと思います。これね、ホップはね、ある程度穏やか緩やかですね。 で私もまあこの辺には集まりましたなんか雰囲気出てますよね 5m だとねはいでセがレもこんな感じで、えー、一発どっか外してますねはい次、えー、7 5メートルの両手になると奥さんはこれホップの読み違いですね私はも,もっと集まるかと思ったんですけどまあこの辺いいんじゃないんでしょうかはいで 5m 右の片手になってもはいやっぱり打ちやすいんですねこんなに入ってますね 私も打ちやすかったんですけどね外してますねそれからどこ行ったんでしょうか1,2,3ですねはい。次5メートルの左これはもう文句なしにこれでしょう奥さんのこれかみさんの方がいいでしょうねバシバシバシっとやっぱりね最近あの腕を上げてると思いますはい。私はなんかもう本当においおいおい落ちていくなっていう一方ですけれどもねはい。それから最後7.5メートルになるとここはね私が結構強いんですね とということでねスコア的にはね私が一番良かったんですけれども集まりとしてはね良くなかったですねじゃあ気になる集団はどうだったんでしょうかとあちなみにこの平均で21.5っていうのはだいたいウェストアームズのガバの場合20から25の間っていうのが結構多いですねはい集団がこれはそこそこすごいんですよ私以外ねはい 傾向からするとね、集まるけれどもちょっと跳ねる、みたいな感じです実は奥さんね、しっかり集まってるように見えますけど、ね、2発どっか行ってるんですねそんな感じなんですよで、せがれはこれはもう見事ですねこれ通常のウエストアームズのガバの中でもいい方じゃないかと私は思います。ここがね一番ね、ご参考になるかなというふうに思っておりますそれぞれ癖があってね、狙ったところと着弾点がこうそれぞれ違うっていうのがね、毎回 はい、楽しい <laughs> 試車です、はい。ということでね、えー、スコア的にはね平均点だったんですけれども集団としてはね、えー、ウエスタンズのガバの平均よりちょっといいぐらいじゃないかなと思わせてくれるような、はい、試写結果でございました。はい、ね。やっぱりねこの素朴なねまさにね、えー っっていうとと A1 かをまあ言ったりしますよね多分。でそれよりもやっぱり以前のね1911っていうのはねまた独特でねはい私は結構この1911好きだというのは以前からお話しさせていただいてるんですけれども何しろね子供の時あんまりなかったんですよ。はい。もう MGC の GM2 と言われてるねあれ A1 ですからねもうあれがねもうやっぱり長いんでね もうそれ以降。でモデルガン業界もねやっぱり、えー、S70 とかね新しいやつの方にどんどん移行していくとそりゃそうですよね新製品出すのにねなるべくだったら最新のね人気のある銃行きましょうっていうことになると思うんですけれども。ということで1911そのものがね割と手に入りやすい価格でモデルアップされるようになったのはもっと後のことだったような気がする私の記憶ではそうなってるんですよね。で、 ウエストアーザは割りと早くからね1911はねあの出してくれてたんでやっぱりガスブローバックしかもあのね迫力のあるマグナブローバックでこのスタイルっていうのはなんか出るたびに再販売されるたびにちょこちょこ買ったなっていう痕跡が今目の前の棚の中にも何丁かいます仕上げが変わったりねして非常にね楽しませてくれていたシリーズですねおそらく今後も出ると思いますけれどもね 今後はね、なかなかその再販されるたんびにね、買いましょうっていうほどのね、財力がもうないんで、はい、こういうね、手元にある古いやつをね、こう引っ張り出してはね、楽しむとこんな日々が続くのかなっていう感じです。はい。ということで、今回はウェストアームズのコルト M1911US アーミーアルティメットコレクション、再度ご紹介させていただきました。ではまた。